2007年、常磐線通勤快速廃止。2021年、東海道、宇都宮、高崎線通勤快速廃止。2022年、総武快速線通勤快速廃止。2024年、京葉、内房、外房線通勤快速廃止。次々と姿を消していく通勤快速は、今や埼京線と中央快速線を残すのみとなりました。今回は、東京地区の在来線通勤快速が消えている原因を考察していきます。名列車で行こう、通勤快速が次々消えている原因は？それでは、早速考察に入ります。考えられる理由その1、遠近分離至上主義が合わなくなった。これは特に東海道線の通勤快速が当たります。東海道線の通勤快速は、途中品川を出ると川崎も横浜も通過し、品川の次は大船まで止まりません。そのため、神奈川県最大のターミナルを通過するとはどういうことだという意見も上がっていました。このように、遠近分離を意識しすぎるあまり、ターミナル駅までも通過してしまうのが遠近分離至上主義です。確かに、朝夕の通勤時間帯に遠近分離を意識するのは重要ですが、その遠近分離を意識しすぎるあまり、行き過ぎた停車駅設定になっていたのも事実です。このような停車駅設定が、時代とともに合わなくなってきたのか、現在では停車駅を増やした快速などに編入するのが通例となっています。ただし、一部例外的に普通や各駅停車にする場合もあります。さらに、パンデミックや時差出勤、テレワークなどといった社会情勢も影響していると考えられ、遠距離通勤をする人が減少した、あるいは新幹線に切り替えたなどで、在来線の中長距離需要が減少しているのも拍車がかかってそうです。考えられる理由その2、通勤快速そのものの需要が低下した。先ほど挙げた、通勤快速の廃止時期をご覧いただきましょう。これを見ると、常磐快速線以外の通勤快速は、すべてコロナ禍において廃止になったものばかりです。コロナによって旅客需要が低下したのもあるでしょうが、特に通勤需要はテレワークや時差出勤などが浸透していたこともあり、特に減少したものとみられます。そこで JR が見切りをつけ、通勤快速の運転を続けても以前ほど需要が戻らないと判断し、通勤快速が続々と廃止になっているのではないかと思われます。ではなぜ埼京線と中央快速線は廃止にならなかったのかを考察すると、これは埼京線と中央快速線で答えが異なります。まず、埼京線。埼京線は、もともと朝夕の全ての快速が通勤快速として運転されており、これらの時間帯においては、通常の快速よりも速い速達性を求められるため、通勤快速として運転されています。一方の中央快速線は、快速が三鷹線各駅停車となること、およびただの快速は実質快速線の各駅停車であり、遠方への長距離輸送を行うためには三鷹線でも速達性が必要なため、通勤快速が続投されていると考えられています。また、通勤快速の中には最長で富士急行線の川口湖まで走る電車もあり、その通勤快速を快速とすると、川口湖までの所要時間がとんでもないことになってしまいます。それに加え、コロナ禍前とは異なり、現在では郊外でも飛ばす通勤快速より、郊外でもちょこちょこ止まる快速アーバンや快速ラビットといった愛称付きの快速の方が需要が高まっています。このような要因も重なり、通勤快速の需要が低下し、廃止または快速に格下げされていると考えられます。考えられる要因その3、特急課金に誘導したいから、今まで3つの要因を挙げてきましたが、この理由が一番大きそうです。10年前に遡れば、東海道線には湘南ライナーやおはようライナー、中央快速線には中央ライナー、青梅ライナー、宇都宮、高崎線方面にはホームライナー鴻巣、ホームライナー古座、総武快速線にはホームライナー千葉といった様々なホームライナーが運転されていましたが、2024年現在、これらのホームライナーは一つも残っていません。それぞれ、特急湘南や特急八王子、特急赤城などに置き換わってしまいました。これには、ホームライナーが他の通勤電車や特急とは異なる特性が起因しています。まず、通勤ライナーは通常の乗車券のみでは乗車できません。かといって、特急でない以上、指定席特急券や座席に指定券を発券するわけにもいきません。では何を発券したいたのかというと、それは、乗車整理券、ライナー券です。なお、どちらの名称かはそれぞれのライナーによって異なります。なお、これ以降はライナー券に統一します。そして、このライナー券は通常の緑の窓口や駅ネットなどでは購入できず、乗車前に、ホームに設置された専用のライナー券売機で購入する必要があります。つまり、あらかじめ予約することができず、通勤で乗車する場合、毎日毎日ライナー券を購入しなければならず、とんでもない手間がかかります。そこで、通勤ライナーを一律で特急化することで、ライナー券を特急券にすることができ、緑の窓口や駅ネットなどで購入することができる上、東海道線の一部のライナーに使用されていた251系の場合、ライナー券を確認する乗務員の人件費を削減することもでき、まさに一石二鳥です。さらに言ってしまうと、特急券はライナー券と異なり、料金が乗車距離によって上がっていく上、料金もライナー券と比べ高額なため、値上げの言い訳にも使えてしまいます。これらのことから、通勤ライナーは特急化し、特急券代をがっぽり徴収できるという JR 側のメリットもあります。
以上のことより、通信ライナーや通信快速は廃止し、快適に帰宅したい人は特急、そうでない人は快速や普通を利用してもらい、特急利用者から特急料金を徴収した方が JR 側にもメリットが多いことがわかりました。ということで、今回は首都圏から次々と消えている通勤快速を取り上げてみましたが、最後に少し、他社で運転されていた通勤快速についても触れていきます。それでは、過去に設定されていた通勤快速をいくつか見ていきます。まずは、JR 東海中央線。1990年のダイヤ改正で、登場し、停車駅は金山、千種、大曽根、春日井、構造寺、多治見と、多治見からは各駅に止まります。現在の快速から鶴舞、柿川を抜いたものです。どっちかっていうとこれが本来の快速なのではないでしょうか。しかし、1997年のダイヤ改正で快速に吸収される形で廃止されました。現在の中央西線は日中にわずか2駅しか通過しない区間快速もいるくらいなので、区間快速の半分を快速に戻し、夕ラッシュは通勤快速を設定するのもいいかもしれません。お次は、東海道線静岡地区。こちらは中央西線の3年後、1993年に登場しました。停車駅は、静岡島田間が各駅停車、それ以降が各駅停車という、なんとも両極端な停車駅でした。その後、2007年まで運転され続けていましたが、2007年の改正で廃止され、JR 東海から通勤快速が消滅しました。ということで、今回は通勤快速について取り上げてみましたが、いかがでしたでしょうか。現在、JR 東日本管内で通勤快速が残るのは中央快速線と埼京線のみであり、将来的には全ての通勤快速が消滅してしまうかもしれませんね。しかし、現在でも多くの人の通勤需要を支える通勤快速、数は少なくなっても、消滅だけはしないでほしいですね。といったところで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。